しぶりです。フルライブの清楚担当、みんなのアイドル、夏色お祭りです。わー、お久しぶりでございます。ただいまー。ということで、皆さん、ちょっと待ってね。久しぶりすぎて、緊張している部分がある。なんかどうやって配信していたかな。どうやってやってたかな。おどおど。って感じなんですけど、そうですね。ちょっと待って。なんでだ。違う。これでいいんだ。なんか配信の新人みたい。デビューしても5年になるのに、なんか7期生かな。あれ5年目なのに新人ちゃんかなみたいな。改めまして、ただいま戻りました、夏色まつりちゃんでーす。ということでね、約2週間のお休みをいただいておりましたんですけども、まあ、言うてショート動画を投稿したりとか、案件動画があったりとか、あとは、Apex の大会があったりとかして、休み?みたいな感じではあったと思うんだけど、まあ、一応ね、普段のこういう配信みたいなのはなかったよという感じで、まあ、そんな感じで、休み中にあったことをいろいろお話しできたらなと思う、ます、思うます!まあ、一番最初にお休みする理由でも言ってた、おじいちゃんがちょっと心臓が悪くて、みたいな話、あったんですけど、会ってきました!おじいちゃんに。おじいちゃんと、あとおばあちゃんにも会ってきて、まあ、家族に会ってきたんですけど、おじいちゃん元気だった。まあ、ね、前会った時が、ちょうど、何?入院する前だったから、一番悪い時に、この前は会って、もう、死ぬかもしれないっていうレベルだったろ、本当に。でもなんかその入院して、で薬変えて、でちょっとしたらちょっと安定してきたんだけど、あったのね。あったら元気か元気じゃないかって言われたら、平均よりは元気じゃないんだけど、まあでもね、ご飯も食べれるようになってたし、杖つきながらだけど、ちょっとだけ歩けるようになってたから、まあ、でも階段とか段差は登れないみたいなんだけど、多少はね、前よりかは良くなったかなと思いました。まあでも顔を見れたのがね、一番良かったかなっていうのも ありつつ、ただね、祭り、大会が終わった後、もう一回愛知県に帰る予定だったんですけど、今度はね、祭りが、ちょっと体調を崩したというか、体調?体は元気だったんだけど、ちょっともう動けなくなっちゃって、ああ、僕はこの家の誇りなんだ、みたいな感じになっちゃって、で、帰れなかったの。ちょっと本当に動けなくて。そう、だからね、もう一回なんかどっかで、気楽にちょろっと帰れたらなと思いますね。金縛り?まあ、もう実質金縛りだよね。あんなに動けないと。今は大丈夫なの?あ、そう、それでね、病院行きまして、お薬をもらったんでね、金縛りの。金縛りのお薬をもらって、そう、飲んだら、超過剰な睡眠をとってしまうんですけど、とってしまっていたの!十何時間とか、起きれないみたいな。動けないし、起きれないし、過食とか、なんかいろいろあったんだけど、もうなんか、すごいね!
すごいよ。すごいんだ。すごかった。もうなんかね、4時間でもう元気元気もりもりみたいなね感じです。今は。なのでね、今はすごく元気なんですけど、安心してください。まちりさんありがとう。大好きだよ。大好き。出勤出勤。なんか久しぶりだから出歴入ってるかもしんない。ねー。